愛知県立安城農林高等学校内にある山崎円吉の共像、山崎円吉は日本の農政家、教育者、衆議院議員、貴族院直選議員、愛知県立農林学校初代校長、帝国農会幹事。安城市一帯が日本デンマークと呼ばれるほどの農業先進地になったのは農業改善に力を尽くした山崎の力が大きい。 我が農政との画号を持つ。石川県金沢区に生まれる。父親は農業改革指導者、二宮尊徳の弟子だった。1894年、第四高等学校卒業。1897年、東京帝国大学農科大学農芸科学科、卒業。福島県産業学校の教諭に採用される。1899年5月。 大阪府立農学校の教諭に転ずる。1901年10月12日、愛知県立農林学校初代校長に就任。1920年11月9日、同校長を退任。全国の農村をめぐって農業経営の改革を解くようになる。農民独自の政治的代表を送り出すべく、農民党運動を提唱していた山崎は教え子たちに押され。 1928年2月の第1回普通選挙に立候補。既存政党に属さなかったものの、定数3の愛知県第4区において最高位の当選を果たした。1929年、理想の教育を実践するために、神風義塾を開く。1930年、安城女子専門学校初代校長に就任。1942年、神風義塾閉鎖。 1946年3月22日、貴族院議員に直選される。1948年、愛知用水計画実現に尽力する。1954年7月19日、急性肺炎で死去。81歳没。愛知県の農業改善に力を尽くした人物である。校長として、愛知県立農林学校を日本有数の農林学校に育て上げた。 1905年から1920年の間は、農林学校校長に加え県内無部第な中、農事試験場所長、農事講習所所長も兼任し、愛知県農政の教育、行政、研究の中心となった。校長を務めた愛知県立農林学校は、数多くの人物を輩出し、安城市長を務めた人物もいる。1906年12月、 高等小学校の教員だった岩月真嗣を壁海軍安城町の愛知県のおじし県場に入らせ稲の品種改良に当たらせた。岩月は24種に及ぶ品種改良を行い、西三河地方のみならず各地で飛躍的な米の増産をもたらした。教育者として日本全国を講演した。1908年から1934年までには6000回、 以上の講演を行ったと言われる。ありがとうございます。